トランスワールド航空514便墜落事故とは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスからオハイオ州コロンバスを経由し、ワシントン DC へ向かっていたトランスワールド航空514便がバージニア州マウントウェザーに墜落した航空事故である。この事故により、乗員乗客92人全員が死亡した。当日の天候は悪く、事故期は ダイバートを行おうとしていたが、滑走路から北西約5 0トル地点の山に激突した。また、事故当日には別のボーイング727がアメリカ国内で墜落し、乗員3人全員が死亡するという事故を起こしていた。1974年12月1日、トランスワールド航空514便は、インディアナ州インディアナポリスを出発し、オハイオ州。 コロンバスを経由して、ワシントン DC のワシントンナショナル空港に向かっていた。しかし、ワシントンナショナル空港は、突風のため、同期は、同じワシントン DC のダレス国際空港へのダイバートを余儀なくされた。そのダレス国際空港への着陸侵入時に、事故は起こった。米国東部標準時の午前11時9分22秒、514便は、 ヤレス国際空港の北西約 50km の低山に激突し、乗客85名、乗員7名、計92名全員が死亡した。また、この事故機には、アメリカ陸軍初の黒人将軍である、ロスコー・カートライト准将とその妻が登場していた。調査委員会は、当初事故の原因について2つの意見に割れていた。1つは、パイロットのミスとするもの、もう1つは、 完成ミスとするものだった。前者の根拠は旅客機が着陸侵入の際、公開された侵入アプローチ上を飛行してなかったことだった。後者の根拠は完成のレーダーで当該機がベクタリングされていたことだった。つまり、管制間独自のナビゲーションで旅客機を誘導していたということである。後に、これが事故の引き金だということが判明した。 514便は着陸侵入中、クリアドフォーザアプローチという信号を受けた。これは管制官によって旅客機がアプローチされる範囲に入ったことを示し、514便はアプローチを受けることができる高度1800フィートまで降下した。この当時、管制官が旅客機を独自にアプローチすることは、監修的に行われていた。そのため、パイロットは、 最終アプローチの行われる高度まで降下した。しかし、この時514便は管制塔のレーダーベクター上になく、当然管制官も514便をアプローチしているという意識はなかった。クリアードフォーザアプローチの信号を管制官側は、この空港の最低安全高度の3400フィートまでの降下として捉えていた。 しかし514便のみならず、当時この空港に離着陸する航空機のパイロットは信号を受けたとき、格別の指示がない限り、同時に高度1800フィートへの降下の許可も同時に受理したものと捉えていたことが分かった。管制官によってアプローチされていると思っていたパイロットはそのままの高度を維持した結果、マウントウェザーの山に激突した。実際この事故の約6週間前、 現場と同じダレス国際空港でユナイテッド航空の旅客機が同じ状況で墜落の危機に陥った。結果的には墜落の危機は逃れたもののこの時は同社内での勧告に留まり調査などは行われなかった。そのため他の航空会社は知るよしもなかった。1977年に出版されたマーク・オリバー・エーベレットの 孫たちが知っておくべきことの第二章の終わり、およびエフリーベイリーの、クリアード・フォー・アプローチ、イン・ディフェンス・オブ・フライングの本でもこの事故のことが、言及された。ありがとうございます。